それでは、ケイトウの種まきを行いたいと思います。用土は、ベラボンのアク抜きと川砂を使います。川砂はこんな風に、とても細かいタイプのを使います。それでは、よくかき混ぜて、川砂がだいたい3ぐらいですね。ベラボン7ぐらい。ベラボンの上に川砂をかけるという感じです。はい。それでは、種をこのようにパラ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 っと少しの量、ちょっとの量をかけていきます。あまり巻きすぎると間引くのが大変なので、これぐらい簡単でいいです。その後、乾かないように、私の場合トイレットペーパーを使って、このように上からかぶせていきます。ちょっと片手でやりづらい。こんな風にトイレットペーパーをかぶし、発芽までこのように様子を見ます。これで発芽したら成功です。以上です。